黒さん、こんなことしてはいけません。パタゴニアのバーギーズショーツの開発部のやつどっかやめて、お前ユニクロ行ってるやろっていうぐらいちゃんと改善されてるのがこのパンツなんですよ。はい、まずですね、こちらユニクロのショーツがですね、なんとバーギーズショーツクリソツのがありますのでご紹介していきたいなと思います。ということで、ユニクロさん、こんなことしてはいけません。なぜかというとですね、こちらバギーズショーツがこちらなんですけど、ユニクロのショーツめちゃくちゃそっくりで、しかもカラー展開見ていきましょう。グレーとかグリーンとかその他もろもろ、イエローもそうやけどブルーもどれもバギーズショーツにある色味をやってきてるんですよ。そしてなんと最初のお値段いきましょう。こちらユニクロの方がですね、なんと1990円、しかもなんやったらセールにかかってる時もありますぜっていうぐらい安くなってるんですよ。おいおいおい、じゃあバギーズショーツなんぼなんていうと、バギーズショーツがそれがなんかと4倍ぐらいする8250円ということで、それやったらもうバギーズショーツいらんくねっていう話になってくるじゃないですか。でまたね、僕このショーツ履いてないんですけど、一応表向きは水陸両用なんです。要は街でも履けるし海でも履けるってなってくると、バギーズショーツと全く一緒やないかってなってくるでしょ。そうなった時に実際どれぐらい違うんかっていうのをね、見ていきたいなと思いますので、まずは履いていきましょう。こちらがですね、サイズが、M サイズで着用していきたいなと思いますので、履いていきます。はい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 、どうでしょうか。あのね、僕初めてこれ履いたんですけどね、履いた感覚はバーギーズショーツとはちょっと違う気はするけど、見た感じはあんま変わらんのちゃうかなと思います。っていうのもね、後で見てもらいますけど、ライナー中にこうメッシュとかも入ってるので、本当に海パンとして履くことができたりもするし、まあでもポケットの仕様とかやったらバーギーズよりこっちのユニクロのやつの方が使いやすいかもしれんけど、一応まあ見といてもらいましょう。こんな感じのね、 M サイズで着用しておりますということですね。で次バーギーズショーツ履くんですけど、これはね海外サイズなんで S サイズが M ぐらい、日本の M サイズがまあアメリカサイズで言ったら S っていう感じなんで、ちょっとこっちを履いていきたいなと思います。はい、いかがでしょうか。皆さん分かります違い。めっちゃちゃうなとは多分ならんと思うんですよ。これどんぐりの背比べやでと。こんなんやったら別に値段安い方で良くないってなってくるじゃないですか。だからユニクロさん、こんなことしたらダメなんですよ。価格が崩壊していくんですよ。だからね、僕まあ別にユニクロもパタゴニアもどっちも押してるわけじゃないから、別にどっちでもいいんですけど、ちょっと細かく見ていただきたいのはここでライナーね。でこれ嫌がる方多くて、嫌っていう人も多いんですけど、逆にねこれあると助かるねんっていう人もいてはるので、しっかりここの部分つけてますね、塗ってますね。よくねこれガランガランになるんですよ。どういうことかっていうと、バギーズショーツで見たら分かるんやけど、ここ真ん中塗ってないから、こうひっくり返した時にあパンティ丸見えってなっちゃうんですけど、これはねしっかりこの間で塗ってくれてることによって、こんなダランダランにならないんですよ。だからぐちゃぐちゃになりやすいんですけど、このライナーがあると。それがなりづらいっていうところもちゃんと工夫されてるというか、このパタゴニアの反省を生かしてるやないかと。絶対これパタゴニアのバギーズショーツ知らんとは言わさんでっていうようなね、仕様で作られてるんじゃないかなと思います。そして素材も一緒なんですね。外側がナイロン生地で、このメッシュの部分はポリエステル。まあこうやって見ても分かりませんよね、どっちがどっちって。ちなみにこのバギーズショーツがなんか黄色く見えるのは、おい食べぞ、吐いてお前黄ばんだあるやないかいと、これ完全漏らしてあるやないかいと思われるかもしれないけど、ご安心ください。プライベートで吐いておりませんので、もともとこういう色でございます。ただやっぱりね、違うなと思うところがあって、もうめっちゃ細かいことしか違いはないけども、やっぱり丈かなと思います。丈がね、バギーズショーツの方が少しちょっと短いというか、こう細めに作られてるような気がしてて、ユニクロのやつの方がもうちょっとこう日本人の体型に合わせてちょっとゆったりしてるような印象かなと思います。これバギーズショーツね、こんな感じのスタイリッシュな感じでシュッてこう半袖半ズボンでもういい感じなんですけど、これはね少しちょっと長いかなと。だから逆に言うと40代以降の方とか、僕もそうやけど30代以上の方は、このユニクロぐらいのサイズ感、丈の長さがちょうどええねんっていう人も多分いてはると思うし、逆に若い人はこれぐらい長いとちょっとおじさん臭いような気がするから、もうちょっと短くてもいいかなと思うんですけど、まあそこはちょっと年齢がね出てくるんじゃないかなと思います。あとね、バギーズショーツでよく言う、まあ、最大のデメリットっていうのがあって、まあ何なんかっていうと、このポケットですね。例えばこういうスマホありますよね。スマホをこうやって入れるときに、お前スマホも黄色なんかいって話だけど、まあそれはちょっといいか言っておきましょう。まあ、ポケットにこうやってパッて入れたときに、まあユニクロのやつってここまでしかいかへんじゃないですか。ただバギーズショーツの方ってね、このね太もものとこまで行くんですよ。だから一番下まで行くっていうところがこうデメリットやったりするんですけど、そのデメリットがなんと解消されてる。パタゴニアのバーギーズショーツの開発部のやつどっかやめて、お前ユニクロ行ってるやろっていうぐらいちゃんと改善されてるのがこのパンツなんですよ。バーギーズショーツでね、うわ丈短いの俺履きづらいねんって言ってる30代40代のおじさまたちの心をギュッて握ってるのがこのユニクロのショーツなんですよ。ということはですよ、つまり今まで僕はね、はっきりいろんな商品のデメリット言ってきました。これはちょっと微妙ですよなんていう話してきたんですけども、じゃあこのユニクロのショーツのデメリットどこなんかっていうと、パタゴニアのショーツと性能的に、例えば乾きが遅いとかね、小さく畳めないとかっていうところはありません。だから全くほぼ性能は一緒で、なおかつコストを4分の1に下げてきたっていうわけのわからんことをしてきました。つまりこれは何が言えるのかというとですね、とうとうショーツ戦国時代の始まりが訪れたということがね、この動画で言えるんじゃないかと思っております。だからまあ要は何っていうと、おすすめの人はまあ基本的に皆さんおすすめで、デメリットとしてはあんまりないっていうところになってるので、まあはっきり言うとそんな違い
ない。で細かいとこ見ていてね、例えば縫製の部分でなんか違いないかなっていうか、その抜けてるとこないかなってこうやってユニクロの方もね見たりはしてるんですけども、まあ、しっかりしたあの縫製になってるし特に悪いとこもないんですけど、まあ、あとは理念の違いかなと思います。パタゴニアの方ってね確かフェアトレードかなんかやってるから、そういう貧しい国の縫製会社とかにちゃんとした代金払いますよって明言してやってる。ただしユニクロはなんか一時とんでもないことしてることもあったりしたようななかったような気はするけども、まあ、そういうところが、まあ、価格に乗ってるっちゃ乗ってるような気もするし、いやちゃんと世界回していこうよと思うのか、まあ、その辺は理念があるからね、まあ、人それぞれ考え方があっていいかなと思うんですけど、まあ、とにかくこれをもちまして、2023年よりショーツが戦国時代に入ってきたと、価格戦国時代に入ってきたっていうところが、このショーツで分かったんじゃないかなという、まあ、ためになったかならへんかなよう分からないような話をねさせていただいたということになっておりますので、本日ですねユニクロ VS パタゴニアのバギーショーツ、これははっきり言って違いないでいうところの動画になっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。